これからすいませんアンコールいただきました。もうすぐ出たな。僕も尊敬するアーティストで今井久志さんという方がいらっしゃいまして、彼もものすごい、50を超えて子供を作ってダーツで歌って全国を旅しているシンガーでございます。そんな彼に尊敬の念を抱いてやまないんですが、その今井久志さんの曲を作業でバンドマンという。
どうもありがとうございました。